スペリオール市中心部、ダルースとスペリオールをつなぐ日本の橋のうちの一つ、リチャード・アイ・ボング記念橋。アーチ部分には、日本製の鉄が使われている。スペリオールは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州北西端に位置する都市。スペリオール湖の港湾都市であり、同州ダグラス郡の郡庁所在地である。人口は27,244人。セントルイス川対岸のミネソタ州。 ダルースと共に人口27万9771人を数える都市圏を形成している。市の南にはスペリオル町及びスペリオル村が隣接している。スペリオル港はダルース港と同じ湾を共有しており、これら2つの港を合わせてツインポーツと呼ばれている。この双子の港はメサビ鉄山をはじめとするミネソタ州北東部の鉄山で産出される 鉄鉱石の積み出し港であり、古代古、セントローレンス水路の起点となっている、銅水路上で最も重要な港湾の一つである。ヨーロッパ人が入植する何千年も前にこの周辺に住んでいたネイティブアメリカンたちは、マウンドビルダーと呼ばれる、塚を築いての土葬を行う種族であった。また、彼らは、周辺の山で銅の採掘を行い、武器、道具、 装飾品などの制銅機も作っていた。これらの制銅機は彼らが葬られた塚から出土された。文明水準の高かった、この種族は最終表記が終わった直後にスペリオルコガンのこの一帯に住み着くようになった。この一帯に初めてヨーロッパ人が足を踏み入れたのは1618年のことであった。フランスの地理学者サミュエル・ド・シャンプランの公開調査員だった。 スティーブン・ブルールは、スペリオルコの南岸を航行し、この地のオジブワ族に出会った。ケベックに帰還すると、ブルールはこの地から持ち帰った銅のサンプルと共に、この地の土産話を聞かせた。1632年に発表された、シャンプランの地図には、ラックスペリオルド・トレイシーと記された、スペリオルコとフォン・デュラクと記された、スペリオルコ南岸の地が載っていた。1692年、 ハドソン湾会社は、セントルイス川の対岸、ダルウス川にネイティブアメリカンとの毛皮の取引を行うための取引書を開設した。またその頃、この入植地に訪れた白人の施設団は文明をもたらした。その後100年近くは毛皮の取引書が増設されることはなかった。この地域で2番目となる取引書は1787年に開設されたもので、これは、 スペリオル川に建てられた。1800年にこの取引所は消失してしまったが、すぐにドイツ移民のヨハン・ヤコブ・アストルの毛川会社の取引所がダルース川に建てられた。またこの一帯は水上交通の要衝であった。スペリオル湖に流れ込む川とミシシッピ川の支流とが、ウィスコンシン州ソロンスプリングス付近の分水嶺での短いレン、連水陸層で連絡できたからである。 この交通路は、ウィスコンシンの毛川取引章にもよく使われた。特に、フランスとフォックスインディアンの戦いの最中には、南からの陸路が戦争のために通行不能であったため、この北周りの水路は貴重な交通路であった。しかしやがて毛川の取引は、下火となり、この一帯の入植地は一旦は錆びれた。しかし1850年代に入るとこの一帯で、銅の工業が起こり、 この地は再び活気を取り戻した。スペリオル湖東端のオンタリオ州、ミシガン州にまたがる国境の町スーセントマリーの運河に拷門が完成し、スペリオル湖とヒューロン湖、ミシガン湖、さらに下流のエリー湖、オンタリオ湖、セントローレンス川をつなぐ水上交通路が完成した。さらに、スペリオル湖と太平洋を結ぶ大陸横断鉄道の計画もなされ、 後にノーザンパシフィック鉄道として実現された。1854年にはスペリオルはウィスコンシン州の正式な市になった。1857年にアメリカが州国全土を襲った経済不況によって再び錆びれるが、1860年代後半に入るとミネソタ州側のアイアンレンジで鉄鉱石の工業が起こり、 スペリオルはすでに港湾都市としての地位を確立していたダルースと共に水上、陸上交通のハブとして発展していくようになった。スペリオルの置スペリオルは北伊46度42分25秒成形92度5分7秒、北伊46.70694度成形92.08528度、 46.70694-92.08528に位置している。ミネソタ州、ダルースとは、セントルイス川を挟んで対岸に位置している。セントルイス川は、ミネソタ州の川であるが、ダルース・スペリオル付近では、ウィスコンシン州との宗教線になっている。このセントルイス川には、ダルースとスペリオルを結ぶ橋が2本、かかっている。セントルイス川の河口には、 ミネソタポイントというサスが形成されている。このサスは淡水にできたものとしては世界最長の長さである。サス上はべてミネソタ州の周域になっている。内側の湾にはダルース港とスペリオール港がそれぞれ両岸に向かい合うように作られている。アメリカが州国統計局によるとスペリオール市は総面積143.6キロ平方メートルである。 そのうち9 5 7平方メートルが陸地で4 7 9キロ平方メートルが水域である。総面積の33.36%が水域となっている。市街地は東西方向、南北方向ともに 3km 程度の範囲内に収まっている。ダルース港、スペリオル港の入り口にかかるエアリアル橋。港に出入りする船舶が近づくと、 その高校を妨げないように橋桁が上がる。スペリオール港はダルース港とともに五大港セントローレンス水路で最も重要な港の一つである。この二つの港にはアメリカ合衆国内のみならず国外からも船舶が来航する。主な取扱い貨物はメサビ鉄山をはじめとするミネソタ州北東部の鉄山で産出された鉄鉱石であり、 その他に穀物なども取り扱う。ダルース港、スペリオル港は20世紀の前半から中盤にかけては栄えたが、1970年代頃から地位は低下していった。しかし近年中華人民共和国での鉄鋼需要が高まると同国への輸出貨物が増加し、港は再び息を吹き返した。2004年、ダルース港とスペリオル港を合わせた。 総貨物取扱量は4140万トンで、これは1979年以来最大であった。地元の企業としては、ポリ塩化ビニルを主に生産する、化学工業のフェンテック、プラスチックフィルムを生産する、チャーターフィルムズ、洗濯機や柿座を製造するジェネシスアタッチメンツ、自動車用オイルや、潤滑油を生産するアムズオイルなどがある。 スペリオルの中心部にキャンパスを構えるウィスコンシン大学スペリオル校は州立大学ではあるが学生数約2800人の小規模なリベラルアーツカレッジである。元はスペリオルノーマルスクールという教員養成機関として1893年に創立された。1971年、シュートマディソンに本部を置く。 ウィスコンシン大学システムに正式に加わり、大学名も現在のウィスコンシン大学スペリオール校に改められた。同校のスポーツチーム、イエロー・ジャケッツは NCWA のディビジョン3に所属している。ウィスコンシン・インディアン・ヘッド校科大学は、産学共同で技能開発と技術教育に重きを置く2年生の大学である。同校は、 スペリオルの他にも州内数箇所にキャンパスを置いている。40人の常勤講師を抱える同校には、毎年2200人の学生が入学する。このほか対岸のダルースには、ミネソタ大学システムに属する、州立総合大学である、ミネソタ大学、ダルース校やカトリック系の中規模私立大学である、セントスコラスティカ大学がキャンパスを構えている。 スペリオルの K1 ミかほどは主にスペリオル学区内及びメープル学区内の公立学校によって支えられている。スペリオル学区は小学校6校、中学校1校、高校1校を有し、5000人の児童、生徒を抱えている。小学校2校、中学校1校、高校1校を有するメープル学区の公立学校では1400人の児童、生徒が学んでいる。このか ダグラス軍内には、カトリック系の私立学校1校とプロテスタント系の学校2校がある。ありがとうございます。